俺ね、そういう仕事に遅刻宣言大丈夫よ。そういうのは俺意外と遅刻宣じゃん。本当にメンバーが絡む仕事は遅れていくけど、メンバーが絡まん仕事は俺マジで遅れっけん。なんでかって俺わざと遅刻しておけんよ。基本的に俺毎日別に間に合おうと思えば間に合える時間に起きとっちゃう。それけどリスケとかが入ったりするけん、集合時間ぐらいに出るようにしとう。これはもう知恵です。向かっとう途中にリスケされることがたまにあるけん、それ一番萎えるけん。やけん明日から遅刻一回でもしたら殺すよって言われたら俺はちゃんと行ける。実はね、今日の撮影も出らないか時間の1時間前ぐらいの起きとって、でも今日さすがに誰か寝とって遅刻してくるやろと思って、昨日は銀太が2時間ぐらい遅刻してきたんかな。昨日の銀太みたいにさすがに今日も誰か2時間ぐらい遅刻してくるやろうし、もう一回30分ぐらい寝ようと思って30分ぐらい仮眠取ったっちゃう。もう一回で起きてよしと思って、まあ、ちょうどこれやったら1時間遅刻ぐらいで着くかなっていう調整をして1時間遅刻で行ったら社長が来てなかった。ほらねと思って、ほら見ろ、やっぱりここが違うぜ。やけん遅れていく。で、あれ社長はって聞いたら歯医者って言われた。おかしい、意味わからん。歯医者が一番、せめて寝とけ。何歯医者行ってんねん。突然なんか虫歯だって歯痛くなって行ったのかなとか、どっかの歯が抜けたのかな、欠けたのかなとか、ちょっと心配しとったじゃんね。でパー社長来て、なんで歯医者行ってたんすかって言ったら、いや俺下の歯の狩り歯が1年半ぐらい狩り歯やったけん変えてきたって言われた。いいよ今日せんで、やっぱりそういう意味わからん理由があると思って、撮影の日に予約して歯医者行ってくんな。で、もう一個何が罠かって、仮に俺が遅刻して行ったら、めちゃくちゃ俺の遅刻を取り上げてくるくせに、俺以外が遅刻した時はあんま触れられんじゃん。おかしい。絶対おかしい。やけん俺がめっちゃ遅刻するイメージを持たれとうだけで、本当にみんな同じぐらい遅刻するけん。お前が一番遅刻しまくるけん。はい、出たー。はい、ほら、お前みたいにこうやって情報操作に惑わされた、バカが、お前ほら、そうやってコメントしてくるやろうが。違うけん。俺の遅刻だけにフォーカスが当てられ続けとだけ。悔しいね。悔しいけど、正直ぶっちゃけるとそれでいい。なぜかって人にはキャラがあるから。マルって実は意外と面白いことを言っとっちゃけど、面白くないキャラにされとうやん。なんや、別にそれでいいのよ。トイが一番狂ってるって社長が言ってた。いや、なんかそのさ、いやでも多分イメージな気がするっちゃんね。別にさ、俺が一番狂ったわけなくない、どう考えても。なんとなくそんな気がして言っただけじゃん、社長は。実際絶対俺が一番狂ったわけない。そんなわけない。おかしい。なんだかんだ違う、社長やん。ワキは狂ってないみたいなあるやん。みんなもワキはまともと思っとやろ。ワキは狂ってないって、ワキはまともだって。一番なんだよ、別にまともだって。確かに俺らの中で見たら、俺らの中で見たらまともやけど、でもワキはワキでおかしい。これなんでかっていうと、ワキはもちろん遅刻もしてこんし、それは本当にあいつすげえと思うし、めっちゃ偉いと思うんだけど、そう、でも、ワキって基本的にそんな尖った発言もせんやん。し、そんな尖った行動もせんし、ただ俺たちがやりよう尖ったこと見て笑ったわけよ。じゃあ何が一番やばいのかっていうと、あいつは俺たちがやりようこととか言っとうことを笑ってはおるけど、絶対に止めんちゃう。いや、おかしいけど、基本的に誰かが行き過ぎて尖ったりした場合って、俺ってやったり、社長やったり止めたりするんだけど、銀太が尖りすぎて、こうやってなんかわけわからんことしとって、おう銀太とか、おう社長とか。いや、もう、わきは笑っとうだけで絶対止めんけん、あいつ。あいつが止めとうの見たことないやろ。あいつ止めんけん、ほんとに。おかしい。止めるべき。ただ俺らがやりようことを笑いながら見とっちゃう。おかしい、絶対に。よくよく考えたら、まともな匂いがするっちゃけど、あいつ蓋開けてみたら、あいつもちゃんとおかしいけん。わきが止めようの見たことないやろ。あいつはあいつでやばいんよ。ずっと笑っとうだけやけ。あいつは多分俺らが目の前で死にかけとっても多分笑っとうと思う。そういうやつな気がする。絶対におかしい。俺らが目の前で死にかけとっても絶対にあいつ笑って止めんと思う。なはし、突然すげえ尖ったりするからな。バレンタインの時俺らインドネシアにあったっちゃけど、バレンタインの企画取ろうぜって言って家の中にあるものでチョコ作ろうって言ったじゃん。で、わーって言うと、各々社長は庭で捕まえたカエルをチョコでコーティングして本物のカエルチョコ作ってみたりとか。カエル拾ってきますよ。タバのやつに入れないでくれんだろ。はい、できました。題名はショコタンです。銀太はそこら辺の土拾ってきてチョコと混ぜて土みたいなチョコとか作っとったのに。できました。はい、こちらお名前は何でしょう。ガーナさんチョコ。土が入っとるね。な、ワキはトイレのブラシのたわしの部分をチョコで加工して持ってきたって。おかしいやん。おかしくない？そんなのおかしい。それを笑いながら持ってきたけど、あいつ笑いながら持ってきたんだよ。怖いって。僕はこいつをチョコレートで固めようかなと。こいつの先っぽをチョコレートで包んでこうやって食べるように。やだな、これ食うの。完成かな。パン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 、ベンジョチョコ。
下黄色い、下から食べた雪みたいな本当や黄色い、わき汚っわきあれ汚っ怖かったよ、正直怖かったです。ギリ俺らがやらんラインなんよ。俺とか銀太がギリやらんラインじゃん。あれ急にどこからみたいな、ほがらかな笑顔の裏にそんな鋭いナイフあったんやみたいな、たまにマジ刺してくっからあいつ、ははは突然すげえ怖え。だけ俺らはみんなおかしいって。その中でもやっぱね、特におかしいのは銀太と社長と思うけどね。俺は改めて声を大にして言わせてもらうけど、絶対におかしいのは銀太と社長。あいつらがもう頂上決戦と思う。いやもう結局おかしいのは社長な気がするけどな。あいつは無限だろ。社長にはマジ無限の可能性があるから。確かにどんぐりの性比べではあるけど、確かにそれはそう。どんぐりの性比べないけど、丸も俺も多分普通に社長と思うわ。丸の狂気エピソード、いや丸シンプルに飲んでるやけ。あいつはあいつでデリカシーがないけどさ。シラフの時は丸が一番まともかもしれない。そう考えると。その時はね、やっぱね、丸は結構まともよ。ただほら、酒が入るけん。酒が入ったら、ぶち壊れとうけん、あいつマジで。来ましたテキーラ 5! 今日ビールしか飲んでないのはダサいよ。じゃあ、ビーチフラッグしようぜ。ビーチフラッグってどっから走る？黙れ、うるさいの、息臭んだよ。ビーチじゃないし。息臭い、うるさいの、息臭んだよ、しや。あ、思いました、すげえ。え？え？やばくなった。最悪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 。おかしい絶対に。それはそれであいつもめちゃくちゃもう本当にデリカシーのかけらもなくなるけん。その点よ、俺はさ朗らかでさ、どんな人にでも優しくて、俺の趣味は街で困っとうジジイとバーバーを助けてあげることよ。すごいいいやつ。朗らかで柔和で明朗快活、素晴らしい、美しいね。ジジイとババアを常に助けと、毎日1日6人助けと、ほぼオールマイトって言っても過言じゃない。おっと、正直もったけど、俺ババア殴ったことないけど、ババア助けたことあるけんね。じゃあすごい。俺知らんババアを殴ったことはないけど、知らんババアを助けたことあるけん。本当にこれマジやけん。これどうやって助けたかっていうと、動画の撮影場所が六本木やったっちゃうね。で、大江戸線かなんかって本当に80度ぐらいの階段なんよ。地下から上まで80度ぐらいの超急勾配階段なんよね。で、パッて見たらババアがクソデカ荷物持ってその階段見上げて絶望しとったっちゃう。人生の終わりみたいな顔してババアが効率で取ったったりキャリーケース1個持って、でさすがにこれしかとできんなと思って、不便やなと思って、ばあちゃんっつって、お前大丈夫っつって、荷物持っちゃうばいっつってからさ、荷物は持ってからね、上まで上がって行ってあげたっちゃうんで、なんかおばあちゃんにありがとうねとか言って、あ全然いいよ別にこんぐらいっつって、じゃあねっつって、達者でなとか言いながらさ、集合場所に行ってマルと2人でしたら、へいマルとフォイ3分遅刻、はい鬼殺し3倍って言われて、もうあのブスの木本が、はーいお前ら3分遅刻だ、はい鬼殺し3倍って、二度と人のこと助けんと思った。あいねえんだ神はと思って、嘘なんだ神はと思って、何も信じんと思って、あもう絶対に人のこと助けてやらん男と思って、俺ババア助けておしっこ3杯飲んだけど、ね、マジで許さない、やばくないマジで、あいもう絶対助けん、はい絶対助けん、もう無理、今度から荷物持って困ったばあいたら殴ってやろうと思って、はーいもう助けません、絶対許さない本当に。お前らも多分人とか助けん方がいいよ、損する、俺は損した。いやマジさすがにファックでしょ、絶対に許さないんだけど。イオンなんか困ってたら助けますか、いや聞く先に、俺が今からお前を助けることによってセックスさせてくれるんやったら助けるけど、さしてくれないなら殴りますって言って、はい問題です、ドゥドゥン、今から俺が困ってるお前を助けてセックスさせてくれるなら助けますが、セックスさせてくれないなら今すぐ殴ります、さあどっちがいいですか、制限時間10秒、チッ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 、ゲームオーバー、ボーン、よしよし、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、おっとここで松本からお知らせだ、僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの、僕たちの管理画面データで出てるんですからね、半分はチャンネル登録しないんですよ、してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ、なんでチャンネル登録しないの、そこのチャンネル登録ってボタンポチって押したら終わるじゃん、1秒で終わる、チャンネル登録だけポチって押してくれてから、もうそれでいい、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです、今本気でいいわけ、チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕、そんだけバイバイ。